ようございます。アーロンバックスです。1月22日土曜日、現在の時刻は7時半ぐらいですね。今日の目的地は天竜峡大橋に向かいたいと思います。この道路の下に大きい遊歩道があるんですけど、お散歩天竜峡という名前がついているみたいなんですが、こちらに向かっていきます。でこっちの遊歩道から列車も見えるみたいなんで、一応列車に合わせて、朝出てきたんですが若干遅れてますので、1本しかないその列車に間に合うかどうかちょっと分かんないですね。間に合わないと1時間半とかそのぐらい後になっちゃうんで、ちょっと時間的に難しいんで、まあ、間に合わなければ、諦めます。でその後遊歩道からコンビニ飯を買いに行って、展望台で食べたいかなと思っております。今日は350キロぐらいは多分走ると思うんで、気をつけて行ってきます。いやー渋滞中です。放置渋滞かな。なんか急に、渋滞が始まりました。はい、中津川で降りてここからは下道で行こうかと思います。600メートル先左車線を進みます。まあ渋滞とかあったんで、スケジュール的に間に合うかなと思ったんですが、先ほどパーキングエリアでちょっと休憩した時にチェックしてみたんですが、まあなんとか間に合いそうなんで、ここから先は下道で向かいます。左車線を進みます。はい、900円になります。29度、現在29度になります。続いて目的地は右側です。はい、道の駅静めに寄って休憩していきます。はい、道の駅静めでした。これから山の中をガンガン走っていきます。名古屋塾です。この辺りがつまず名古屋塾です。20代の頃は結構来とったけどな、毎年のように来すぎて飽きちゃった花桃見に来た時以来かな、こっち通るのは。その後車でどう通ったっけ。まあ夏に来るの初めてかな。先が数年かけて工事が終わったところです。いつの間にか道路が綺麗になっております。結構コーナーが深いんでお気をつけください。ペニソがずっと入っております。僕はそんなに片味噌嫌いじゃないんで、そんなには気にしないんですけど、でもやっぱりハンドルが取られますよね、多少は。まあセルフケアに任せて、あんまりハンドルとこじらなければ大体まっすぐ走ってくれますけどね。
しい。結構寒いんだけどな、今21度、7度下がったな、一番暑い時より。バンバンでる中湿ってるよねこれやめてほしいんだけどな、やっとんでる中寒い。多分今トンネルの中15度ぐらいかな、15度以下かな、フルメッシュなんでめちゃめちゃ寒いです。列車の時間に間に合うかな、多分ギリギリだよな。トウモロコシの季節ですね。毎年海田高原にトウモロコシをわざわざ買い出しに行ってるんですけど、まあコロナ前はもう本当に毎週のように行ってたんですが、コロナの間はやめて、去年は1回だけ行ったかな。またこうって、ここら辺に滝があるんだよな。前来て結構良かったんですけど、これか、これ、この滝、姿見不動滝。結構あそこの滝、まあ水量はそんなに多い滝じゃないんですけど、かなりの高さから落ちてくるんで、静かな綺麗な滝です。もしこちらに来られることがあったら寄ってみてください。あれバッテリーが切れたみたいです。エンジン音をワイヤレスで撮ってるやつがどうもバッテリーが切れたみたいです。もともと調子悪いやつを無理くり使ってるもんで、昨日バッテリー充電したんですけど、朝使おうと思ったら充電されてなくて、家出てきた時にある程度充電しながら出てきたんですけど、途中でもういいだろうと思って充電コードを外したんですけど、おかげでなんかバッテリーが切れちゃったみたいです。一方向です、続いて左方向です。左方向です、続いて左方向です。ちょっと遠いよ。多分途中でなくなるんで、帰りだともうほんとギリギリになりそうなんで、ここでスタンドによってガソリン入れていきます。高いぜここら辺は。めちゃめちゃガソリン高い182円でした。地元今日いくらだったかな、出てくるとき163円だったような気がするんだけど、ほぼ20円高いという、どういうことみたいな。結構地元はガソリン安い地域なんで、もうなるべく地元でガソリン入れるようにしてるんですけど、今日はもう高いな分かってたんですけど、
まあギリギリで入れると満タンで量が増えるんで早めに入れておきました。まあこの後途中山の中ばっかりになって入れる場所もないっていうのもあるんですけどね。9時55分、ほんとギリギリパーカー、ほんとギリギリだな。右方向です。三遠南信自動車道方面です。続いて分岐を右方向です。はい、自動車道入ります。ここは無料区間になります。ただ自動車専用道路なので 125cc 以下は通れないです。もうちょっと向こう行ったところから回っていくと、下道でも行けると思います。こっちだよね。三線何円読めん。天竜橋新城出口を出ます。国道151号へ向かってます。まあ、国道までは出ないけどね。400m 先。国道を左に入って、と 300m 先左方向です。天竜町パーキングエリア、空散歩天竜町に向かいます。すんげえな、雲がめちゃめちゃ夏空じゃん。左方向です。続いて目的地は左側です。およそ300メートル先、ロータリーの4番目の出口を出ます。目的地は左側です。お疲れ様でした。急いで向かい、10時15分に、天竜橋駅出発する列車が来るはずなんで、それを撮ろうかなと思っております。画面向かって左側から右側へ進行するはずです。ここが今走ってきた自動車専用道路です。その下に遊歩道が作ってあります。残念ながら列車の撮影失敗しました。踏切の音が少しは聞こえるかなと思ったけど、この周辺踏切全くないみたいで、突然列車が現れちゃってタイミングが合わず、無理くりシャッターは切ったんですがピントが合わず、動画も撮影ボタン急遽押したんですが、途中から少しだけ撮れたような感じで、多分使い物にならないでしょう。今の駐車場の周りに、なんか降りる道
道があるっぽいんですけど、こっち行きたいんだけどな、通れんかな。道があったんで、そっちからちょっと見てみたいんで、行くだけ行ってみます。ここここ上から見えた。あ、いいね。あ、いいね。どう、ちょっと角が邪魔です。